テーター経済評論家常念司さんです。常念さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。常念さん、はい、先ほど聞きましたけど、はい、今日お誕生日、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、ジョネトラダムス生産、はい、生誕祭、緑の日緑の日ですね。緑の日という、今日はあの、はい、ジョネリの日という、ジョネリの日ジョネリの日でございますね。そうなんですか。はい、まあ、国民の祝日と昔言われてましたけど、まあ、国民推しね、すべからくジョネトラダムス誕生日祝うべしということで、だから、まあ、このご時世ですけど、今どんなお気持ちですか。いやー、本当にね、とんだ誕生日になっちまいましたね。まさかこんなね、はい、ラクーンシティみたいな状態の中で、はい、ね、ガチラクーンシティですよ。もうラクーンシティ、ラクーンシティ、バイオハザード、ね、バイオハザード、ね、最初にまあパンデミック起こったとこですけど、はい、まあ、そんな状態ですよね、今日それでね、はい、まあ、お誕生会、予定してるんですが、今日はね、あの年の数だけミット打ちと題しまして、はい、あのファイトフィットオンラインの方でね、あの年の数だけミット打ちしてみようかなと。すごいですね、はい、もうストレート、フック、アッパー、ね、そしてミドルキック、ローキック、ハイキック、さらにはマウントパンチまで、いくつやるんですか。年の数だけの、ね、51連打、わすごい全てのもう最後マウントパンチまで行こうかと思ってるんですけど、すごいな、51連打を、あのまあ、花々しくですね、はい、打ってですね、我が人生に一点の悔いなしということで、ラオカみたいなね、そのまま昇天しようかなと思って昇天されると困ります。我が人生に一点の悔いなしドーンみたいな感じで行こうかと思ってるんですよ。俺もまあだいぶね、長いこと剣王と言われてね、ここまで来ましたから。剣王って呼ばれてたんですか。知らなかったですか。知らなかったです。剣王って呼ばれてたんですよ。でもね、サザンにはちょっと勝てないんですよね、はあ、あいついくら攻撃しても死なない。なんで死なないんだろう俺の剣があいつなんか通用しないんですよ。そうですか。サウザンなんかすげえ強いんですよね、はい、あいつくっさーって感じ。サウザン以外は大体勝てるんですけどね、サウザンだけにはどうしても勝てないんですよ。いや、新型コロナウイルスにも勝ってもらいたいですよいや、そうです ね本当にね。いや、まあ、あの憲法で体鍛えてるんで大丈夫っていう前提ですけどね、はい、北斗の剣ではね、はい、北斗の剣ではもう放射能を着てもあの憲法で体鍛えてるやつは死なないって。あ、そうなんですか。随分すごいすごい設定ですけど、ねまあ、でも一応あの抵抗力を高めておくっていうのは大事なんで、やっぱあの自宅でね、はい、あのまあ外出自粛されてる方もね、運動した方がいいと思うんですよ。そうですね。ただね、運動つってもね、はい、あのビデオ見たりとかテレビでちょろっとやってるの真似しちゃっても、全然効かないのあんなの、はい、ダメなんですね。やっぱね、あの見てもらえば分かる通りね、あのメイウェザーとかね、はい、まあ、それから昔 K-1 でいうとマサト選手とか、はい、ご覧になれば分かると思うんですけど、みんなね、やっぱスパーリングパートナー、トレーナーつけてミット打つ時もやってるでしょ。はい、まあ、一人でシャドウやるのはこれはもう準備運動で、最後もね、ミット打ちとかもトレーナーつけて結構ハードにやるじゃないですか。であれはあの要は相手がいないと、あのプロ選手ですらダメなんですよ。はい、相手がいて無理やりやってこいと、あと一本あと一本ってこうやられて煽られるから、そうか、そう、同じ10分とか15分でも、もうその煽られた15分と一人でダラダラやる15分全然違うんです、はい、で自分で頑張るぞって思ってやってもやっぱりね、人間ダラダラしちゃう、はい、だからやっぱオンライントレーニングね、大事なんですよね。ここでファイトビットの宣伝ぶっ込んでくるわけですけど、だからオンラインでライブのトレーニングで効かないの全然、はい、45分で全身筋肉痛、筋肉痛になりますから、はい、このファイトビットは、マジでね、オンラインでもね、はい、はい、だからもうぜひね、ライブトレーニングオンラインのね、来ていただいて、はい、今ならなんとね、3ヶ月無料なんですよ。そうですか。社長大丈夫なんですかみたいな3ヶ月無料です、最大ね、はい、最大3ヶ月無料なんで、もう年の数だけミット打ち見たい人は、はい、ファイトビットオンライン入ってください。3ヶ月無料です、はい、はい、最大ね、最大ね、はい、最大3ヶ月無料です、はい、あと注意書き読んでください、ね、最大は3ヶ月無料ですけど、読まないとね、はいはい、あとは注意書き読んでください。ちょっと細かいことが、細かいことはいろいろ書いてあります、ね、そうですよね、はい、はい、こんな感じです。いや、まあ、いずれにしてもね、はい、本当にこの体動かさないとどうしても気持ちもめいってきがちなんですよね。そう、あとね、ストレスもたまるんでね、そうですね、そうだ、もう45分もう完全にね、出し切るような運動をやれば、これもうあのすごい効きますから、はい、この間私ね、ファイトビットオンラインでね、やっぱりあの、ジョネートマン軍曹の鬼トレってやつ毎週やってるんですけど、最近この間見ていただいた方は20何人25人ぐらいかな、の方と一緒にトレーニングして、もうみんなもうあのかなり筋肉痛ですっていうのはご意見いただきまして、もう週1回45分で一人じゃないんだって感じしますね。一人じゃないんだって感じ、あれ一人やってたらもう絶対無理ですよ。そうですよね、緩んじゃいますけど、はい、もうあのこうスクワットやって、はい、そこでキープ30秒みたいな感じで、みたいなこのしごきですよ、これが大事、はい、これやっぱライブじゃないと無理ですね。そうなんですね、やっぱこう、ね、あのビデオで予定調和的にそうやっても全然効かないですから、はいはい、そういう感じですね、はいはい、さて、日本相撲協会がですね、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、今月24日に初日を予定していた大相撲夏場所中止することが昨日決定的になったとスポーツ報知が伝えています。3月春場所、史上初の無観客で開催しました。なんとか15日間乗り切ったんですが、
まあ、それだけに夏場所2週間延期して2場所連続の無観客も視野に開催の可能性慎重に探ってきました。来たのですが政府の緊急事態宣言解除されません。中止は避けられない状況になっていました。政府が今日延長表明するのを受けですね、電話などでの持ち回り理事会で、を経て中止が正式に決定する見込みです。本場所が中止となりますと八百長問題に揺れた2011年の春場所以来9年ぶり3度目となります。大相撲夏場所中止、やはり政府の緊急事態宣言解除されないという状況の中では、うん、やっぱり厳しいってことですね。いやだこれあれでしょ、はい、世間からの批判を恐れてってことだと思うんですけど、あの政府が延長したから中止じゃなくてね、はい、やっぱこの大相撲も要は感染が拡大しない形でやれればいいわけですから、はい、無観客でやるとかね、まあ、いろいろ考えられたんじゃないかと思うんですけれども、まあちょっと空気読んで中止っていうのはちょっと残念な気もしますね。逆にあのどういう風な状況になったらじゃあ今度はやるんですか、はい、ってことをやっぱしっかり言ってほしいですね。そうですね、ですから今度あの、まあ、5月場所両国これをですねやらないとしても7月今度は名古屋場所がありますから、そうですね、あのお相撲さんたちっていうのは場所前に都内から、まあ、都内近郊から移動するわけですよね、はい、名古屋に、はい、とじゃあその時感染リスクがどうなんだってこともありますし、日本相撲協会の中にはですね今後の状況次第では東京開催に変更する案も浮上してる。そうです、ね、だから本来だったら名古屋でやらなきゃいけないものを東京でやった、はい、そうすると移動もしなくていいということですから、はい、まあ、そこまで考え始めているということなんですね。いやだからこれは割とだから合理的ですよね、はい、あの要はその名古屋でやるからやれないから中止みたいな、そういうのじゃなくて、はい、東京で無観客ならやれるとか、はい、そのどういう形ならやれるっていうことをやっぱちゃんと考えた方がいいですよね。今回も5月24日だったらさすがに無観客で大丈夫なんじゃないのとか思いますよね、それお相撲さんの中で感染広がったらまあちょっと一回中止になるかもしれないですけど、まあ、7人ちょっとね日本相撲協会の中で出ましたからね、陽性反応がね、はい、まあ、そのあたりも考えたのかもしれないですね、はい、あとプロ野球の開幕 J リーグの開催延期が続いてインターハイは史上初の中止となりました、うん、日本中のスポーツが自粛余儀なくされてますね。まあねこれもだからまあ無観客でやるとかいろいろね、はい、まあ考えられたとは思うんですけど、まあ、インターハイはねこれなんか一緒にくっついていく人がいっぱいいて、はい、あのマスギャザリングみたいな状態になっちゃうんですよね全国から集まってきて、はい、それはまあちょっとそういうまあ合理的な判断なのかもしれないですけどね、はい、はい、ちょっと残念ですね、はい、ではこれまでに入っているニュースをお伝えします。常念さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。常念さんに話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース目玉焼き。まずはこのニュース。読売新聞、緊急事態宣言今月31日まで延長。政府は昨日新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急事態宣言を延長する幅を5月31日今月31日までとする方針を固めました。今日すべての都道府県を対象に宣言の延長を決めるということです。基本的対処方針の最終案によりますと感染拡大が深刻な特定警戒都道府県の対象、東京大阪など13の都道府県、これはそのまま変更しません。この13の都道府県では外出自粛休業要請こちらを維持しつつ屋外の公園や図書館博物館美術館などは感染防止策を講じることを前提に開放することが考えられるとしています。残り34県では都道府県をまたいだ移動ですとか繁華街の接待を伴う飲食店、クラスターが発生しているような3つの密のある場所、これら以外への外出は認め、人との距離の確保などは新しい生活様式を徹底するよう求めています。緊急事態宣言の延長、それに伴う基本的対処方針が、まあ、分かってきましたけれども、常念さんいかがでしょうか。はい、いろんな論点があるんですが、はい、まあ、まずはね、相変わらずのアドバルーン方式で国民とのコミュニケーションを試みているということで、はい、非常にねこれは私は良くないと思います。あの最初にね全国一律で31日まで延長と言って、ドゥワーってものすごい反発が出たんですよ、はい、おそらく政府はねあのワイドショーばっかり見てる情弱の人がね、緊急事態宣言延長でわー安心って言ってくれると思ったと思うんですよ、はあはあ、であの全国知事会とかのね、もう知事もほとんどね、もう本当役立たずですからね、一部のその吉村知事とかね、はい、ちゃんとした人の あそこで発言した佐賀県知事とか、はい、ちゃんとした人を除いて、あともうみんなねワイドショーばっかり見てるね情弱のおじいちゃんなんで、国の風に決めてもらえないと
配りますみたいな当事者意識ゼロみたいな発言してたんですよ、はい、でそれに合わせてじゃあ全国一律でってやったらものすげえ反発が来て、はい、やべえと思って、はい、結果的には実質緩和じゃないですか、はあはあ、延長じゃないじゃん、だってあのね警戒してるね13都道府県でもそうですね、そう、その中でも中でも緩和でしょ、防止、対策感染防止策を講じることを前提に開放することが考えられるという文言がつきましたね。こんなもんだって図書館博物館美術館以外だってみんな感染防止やればね緩和したっていいじゃんって話ですよね、はい、でさらに言うと残りの34都道府県では、はい、まあ検疫はまたがないでくださいとか制限つくけど実質緩和でしょ、はい、でさらに言うとね、はい、ドイツって今、確か基本あ実効再生産数が 0.7 台だと思うんですよ、はい、1人の人が他の人に移す数ね、はい、で日本はもう4月10日の時点でこれを達成してるってね、この間 の, あの専門家会議の記者会議に言いましたよね、はい、そもそもなんで4月10日なんだよと、はい、ドイツのこの数字毎日更新されてるんですよ、で日本はどうして毎日更新されないんですかと、そうすると僕はそういうことツイッターで言うと、はい、官僚の言い訳をいちいち書いてくる人がいるんですよ、いわゆるクソリプですけど、はあ、バーじゃねえかと、はい、その官僚にやらすんだよと、何のためにあいつらね、ね、何のために国民あいつら給料払ってんだと、それもう計算しなきゃダメだろうと、でしかもねあのクラスター、対策班の記者会見の時にね、はい、記者に質問されたわけですよ、計算式とデータ元になったデータを開示できないんですかって言ったら、西浦さんなんて答えたと思います、はい、ごにょごにょごにょ忙しいんでって言ったんですよ、はめ西浦ふざけんなよって思って、もうこれでもう西浦 も,、はい、もうこの瞬間に国民の敵だと思いました、はい、なんで開示できないんだと、国民に開示するのが最優先だろうと、はい、でその2週間前の数字しか出ないとかなとか言い訳してるんですけど、いいよじゃあドイツと同じ方式でさ、過去に遡って全部出してみると数勢わかるから、それを国民は知りたいわけですけど、国民の知る権に踏みにじってね、上から目線で期待外れだったとか言いやがって、はい、何が期待外れだと、じゃあお前はそもそもどんな期待をしてたのか最初に開示したのかの嘘つきめって感じですよね、はい、これはだからものすごい怒りがですね、もう今の私のような怒りが爆発してですね、はい、結局ゴニョゴニョゴニョつって、でこの宣言の延長つってもなんだよ、なんか骨抜きじゃんみたいな話になったわけですよ、はい、そういうふうに思います、はいはい、緊急事態宣言解除する際の基準、まあ、これまで定められていませんでしたが、政府は今後作成する方針だということです。いや今まで定めてなかったのかお前って感じですよね、でそれで上から目線で期待外れとか言われても、はい、国民にどこまで我慢を強いるんだって話ですよね、はい、そうですね、で実は今回流行っているそのウイルスのゲノムを解析したところ、欧米型がほとんどなわけでしょ、あの中国型とね欧米型がありますかね、はい、ってことはもう持ち込み感染で、ってことは3月の20日前後のね、はい、あの3連休あったじゃないありました、あの時に緩んだとかいう言い方してますよね、はい、マスコミ 上から目線で、違うよと、はい、ね、成田とか関空の検疫が緩かったんだろ、はい、それは政府が緩かったんだろ、厚生労働省がちゃんとやんなかったんだろと、帰国してくる人ホテルに入れたりとかホテル手配したりとか、お前らやんなかったんだろと、予算がとか適当な言い訳してと、何言ってんだって話ですよね、これ完全に持ち込み感染 で,、はい、で持ち込み感染の後はまあ緊急事態宣言出てるわけですから、これ順序違うし言ってることめちゃくちゃですよね、はい、こういうの本当にいい加減にした方がいいと思うんですよね、はい、解除基準はもう客観基準明示はマストですよ、はい、でそれマストのその、客観基準の明示をする前にね、はい、延長するって言ったらどんな反応出るかみたいなアドバルーンを上げて、もうふざけんなとか思いましたけどね、これ勘弁してほしいですこういうのは。ですからね、はい、まあ、今回もこの緊急事態宣言延長が今月31日までですけども、はい、これ何の根拠なのかっていうのもね、本当ですよね、ありますから、なんで月末までってじゃあどういう根拠かっていうのもね、本当ですよね、月末までやるとじゃあいくつになるんだと基本再生産数、そうなんですよ、ね、逆に言うとね、もう日本は東京都で 0.5 なわけでしょ、はい、そうなんです、でも 0.5 なんていうところまで下がったら、どの国も今解除動いてますよ、はい、なぜ日本だけはこんなにね、数値低いのにダメなのと、まあ、一応ね他にもあるんですよ、はい、あの医療リソースの空き具合も勘案してってあるんですけど、はで大阪はね一応ね国際標準であの解除基準作ろうとします、うん、でこの13都道府県入ってますけどね、はい、特定警戒都道府県だけど、はい、大阪府は独自基準決めようとしてて、はい、小池さんはこれに追随しようとしているので、はい、小池さん人気取りばっかしていまいちだと思ったんですけど、こういう人気取りは大歓迎です、はい、ぜひ客観基準を明示して、いいものは習った方がいい、いいものは習った方がいいです、あの吉村知事は素晴らしいですね、ほう、うん、あの本当にねあれがあのまさに説明責任に応える態度だと思いますね、はい、はい、そういうのも大阪府民の皆さん本当良かったなと思いますけどね、はいはい、続いてはこちら、産経新聞、4月から6月の GDP 戦後最悪の見通し、新型コロナウイルス感染拡大の影響で今年4月から6月期の成長率が戦後最悪となる見通しであることが産経新聞が行ったエコノミストアンケートの結果で分かりました。エコノミストの4月から6月期の実質 GDP 国内総生産の予測の平均値、前の期に比べてマイナス 21.8% となり、減少幅リーマンショック後の2009年1月から3月期のマイナス 17.8% を超えています。
います。マイナス成長の要因としてほぼ全てのエコノミストが緊急事態宣言による個人消費の落ち込み、これを挙げています。さらに緊急事態宣言が1ヶ月程度延長される見込みとなり、消費支出は19兆5000億円程度押し下げられる見通しです。4月から6月期の GDP がマイナス 21.8% という予測が出ました。ジョネさんいかがでしょう。はい、これ当然ですね、はい、でこれだけ下がるんだから、でさらに1ヶ月延長でしょ、はい、ってことは一律10万円給付もう一回あるってことですよね。それから消費税減税、はい、これも当然やってもらわなきゃ困りますよね、はい、2年間消費税ゼロでいいんじゃないですか、ね、はい、これをやらないで延長だけするってありえないですよ、ね、そこもしっかりやってほしいなと思いますよね、いやもう落ち込むの分かってんだから、はい、対策しないよと、でこの間ね池上彰さんがもうねすごいデタラメをテレビで言ったらしいんですよ、はい、今回その緊急経済対策の財源あるでしょ、でこれはまあ国債で財源調達するわけだけど、はい、これはねいずれ私たちが返さなければいけないとか言ってるらしいんですよ。もう池上さんはね、そのね政府債務の基本が分かりでないですよね、これ100年債で調達したら、はい、まあ我々が負担するんですけどね、いずれどころかその国債を買うのは我々世代だから、はい、基本全部我々が負担するんです、はい、でその、債権と債務を相続していくんですよ、ね、おじいちゃんから国債をもらうわけ、はい、100年後の人は、でその100年後にもらった国債が価値があるかどうか、はい、ね、8割引きにできるかどうかは我々がちゃんとインフレターゲットに、はい、達成できるかどうかってそれだけなんですよ、まあ、年率 2% のインフレで100年間いけば、はい、大体ね借金の実質的価値は8割引きですから、ほうほうほう、次世代にツケを残すなとか言いつつもね、ツケは8割削減できるわけですよ、でさらに言うとその国債って債権ですから、はい、それ相続財産でもあるわけ、だからその要は資産と負債と両立てなのね、はい、なのに池上さんは負債だけ残るような言い方をするわけですよ、完全に間違ってるんですけど、はい、未だにこんなことテレビで言ってるんですよね、でケチ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 してやってるわけですよ、話なんないと思いますね、はい、はい、今年後半の日本経済については多くのエコノミストが年度後半から徐々に回復に向かうとシナリオを描いています。それ終わればね、病気がね、終わればですよね、終わればね、終わればですよね、終わんねえかもしんねえぞ、はい、うん、ただ緊急事態宣言が解除されても感染を恐れた自衛行動が残るなどとして急速な回復は見込めないという指摘も、まあまあ何でも言えるわな、そうですね、はい、はい、続いてはこちら、日本経済新聞、雇用調整助成金上限引き上げ政府検討。政府は雇用調整助成金の上限額引き上げる検討に入りました。雇用調整助成金、雇用を維持しながら従業員に休業手当を支払う企業に対し国が一部を助成します。現在の日額日払いのですね、上限が1人当たり8330円です。企業が支給する休業手当と助成金との差、企業の負担となります。企業から引き上げを求める声が出ていました。自民党には1万円を超えるまで引き上げるべきだという声があって、厚生労働省この水準念頭に置きます。大企業中心にこの日額の上限であります8330円を超えて休業手当を支給するところも多く、拡充を求める声に対応します。国からの資金がなく休業手当を支払っていない企業も多く、生活に困窮している人も増えているということですが、これいかがでしょうか。雇用調整助成金にはすごく大きな問題があってね、もともとこういうことがなければこれ支給されるの半年後だったんですよ、はあはあ、ですげえ急いで2ヶ月後になったんですけど、それでももうかかりすぎだってことで、オンライン申請で2週間にするっていうふうに言ってるんですけど、未だに時間はかかってます、もう大変なことになってます、はい、でね、これだけ雇用保険料をぼったくっといてですよ、保険数理に基づかないぼったくり保険料で取っといて、はい、ね、払うときはこんなケチケチしてるわけですよ、誰のせいだと、財務省のせいですよ ね、はあ、ね、それから厚生労働省のせいですよね、はい、なんで政治家がこんなやつらに負けてるんだって話ですよ、補正予算一回組んだのに公明党がぶち切れて連立離脱するって言ったらひっくり返ったでしょ、はい、ってことは政治家は力持ってるんですよ、はい、だからね、自民党の先生方ね、私も本当このラジオの場を借りて言いたいですけど、はい、国民は皆さん応援するからさ、官僚なんかいいから前例とか、はい、ね、もう必要はね、法を超えるんですよ、はい、マジで、だからもうそのようなね、前例とか全部取っ払って、やれることみんなやればいいんですよ、はい、でこの件に関して強行採決してもね、国民怒んないです、はい、逆にね、もたもた足引っ張る立憲民主党のことみんな怒ってるわけだから、自民党の政治家の皆さんはね、これ自民党には1万円超まで上げるべきだの声当たり前だ、これ3万円でもいいじゃん、はい、やっちゃえばいいんだよ、言うやっちゃいなよって感じですよ、ジョニー北川さんですよ、マジでジョニー北川さんが、はい、もうやっちゃいなよって言ってんだから、はい、国民はね、皆さんに力与えるからやって、でそれで
国民信じらんないんだったら、はい、そんな政党は政治家もう排出する必要ないので、はい、他の党を応援するわって話、自民党はやっぱね国民を信じてもっとやった方がいいですよ、ワイドショーを見て煽られてる情弱ばっかり前提とすんなよって、はい、もう日本人頭いいんで、例えばね抗体検査やったら実際には患者が10倍いるんじゃないかみたいなこと言って、マスコミが煽ろうとしましたよね、即座にみんな割り算して、じゃあ死亡率10分の1じゃないってみんな計算して、いいじゃんそれって言ったら、マスコミ煽んなくなりましたよね。だから怖がらせて数字取ろうと思ってるんですよ、あのバカどもはね。だそういうのはね、ダメなんですよ。はい、絶対国民は騙されないので、しっかりやってほしいですよ、政治家には。応援するから頑張れっていうふうに思いますね。はい、厳しいエールを送りたいと思います。はいはい、以上、ニュース目玉焼きでした。この時間、常念さんにお話しいただくテーマ、こちら。北朝鮮金正恩委員長20日ぶりに公の場に登場。北朝鮮金正恩朝鮮労働党委員長の健康状態に関心が集まる中、北朝鮮朝鮮中央テレビ今月2日、金委員長が今月1日に行われた肥料工場の竣工式に出席した映像を放送しました。金委員長の姿を北朝鮮メディアが報道するのは20日ぶり。朝鮮中央テレビの映像では金委員長が工場の敷地内を党幹部と談笑しながら歩き回る姿ですとか、式典でテープカットする様子などを伝えました。タバコを片手に肥料工場についての説明を聞き入る場面もありました。朝鮮中央通信、竣工式における金委員長の発言を伝えていて、肥料工場の観光について軍民一致の団結した力で創造した誇らしい成果、こういうふうに話したほか、我が国の化学工業を一段階飛躍させる上で重要な契機になる食料増産への意気込みを語ったといいます。また朝鮮労働党機関紙労働新聞、一面から三面にかけ竣工式の開催を伝えています。金委員長の写真9枚を載せました。金委員長の背後のバックボード、2020年5月1日大きく日付が書かれていたということなんですが、北朝鮮はまあ健在アピールしていますが、ジョネさんこれいかがですか。はい、まあこれはですね、結論的に言うとですね、しゃぶしゃぶとそっくりさんの体制でいくという北朝鮮の宣言ですね。はい、はい、金正恩が生きてるかどうかということをですね、北朝鮮側の発表で確認するなんていうことはですね、大変危険なことだと思うんですよ。はい、意味軸もですね、この写真のキャプションにはですね、この写真は第三者が公表したものであり、 AFP はこの画像の申請性、撮影地、撮影日、内容について独自に確認することができませんって書いてありますから、このキャプションが全てを物語っているのではないかなと、はい、これをもって、金正恩が生きていて今まで通りだっていうように結論付けることは難しいと思うんですよ。はい、で、でもこれね、生きているっていうのは、そのなんていうんですか、トランプ大統領がね、はい、生きててよかったねみたいなツイートしたじゃないですか。はい、あれがだから全てですよ。はい、まあじゃあ生きてるってことでいきましょうかということですね。でそのここまでね、行われてきた去年の年末から、はい、ここまでまあいろんなこうおかしなことが起こってるわけですよね。要はその自分のじいちゃんの法事に顔を出さないとか、太陽節ね、顔を出さないとか、はい、それからその新年の年頭の挨拶がなかったとか、はい、あとそれから金与正に権力が移譲されているとか、はい、でこういうのっていうのはその、まあ、権力者が死んだ時に行われることですよね。はい、で後継体制が結局それで決まんなかったと、金与正を、まあ、前面に押し立てようと思ったんだけど、あそこはね、半島というのは大変男尊女卑の社会でね、はい、女性がトップということは認められなくて、でまあ、キムピョンイルというね、おじさんですよね、はい、キムジョンイルの異母兄弟ですけど、戻してみたものの結構軍からの信任も厚くですね、軍ってチャイナとズブズブなんですよね。でチャイナがなんか主導権取りそうになったんですよ、今回の死亡発表でも。だからその演習中に心臓麻痺で死んだっていう英雄譚ね、はい、一旦部隊という人がバーって流したらしいんです。これ篠原さん聞いた話ですけどね、で流したんだけど、この発表の直前に全部引っ込めたらしいんですよ。はい、だから北朝鮮側から生きてる体で行くと、はあ、ら俺らはもうお前らの策には乗らないっていうのが多分あったんですよね。はい、でこれでだから死んだってことで英雄譚でね、チャイナのプロパガンダに乗っちゃうと、その後の後継体制の主導権持ってかれちゃうじゃないですか。はい、なのでまだ生きてますっていうことで、はあ、しゃぶしゃぶそっくりさん体制で行くという宣言をしたと。非常にこのギャンブラーですよね。これ米朝首脳会談とかやったら一発でバレちゃうんで、偽物だって。この後米朝首脳会談が開かれて、はい、ね、西側のマスコミの前にちゃんと出てきて喋って、はいはい、普通に行動できるっていうことになったら、これはやっぱ生きてたなってことになるんですけど、はい、な
かなかそこまでは難しいんじゃないかなと、米朝首脳会談どうするんだ、だってこの間だってトランプ大統領日本来たついでに、はい、おあの反問点で会おうぜって言ったら出てきましたよね、はい、あんな風に出てこれるのかと、はい、そこが全てですよね、はい、まあ、そうした中ですね、昨日午前7時頃韓国と北朝鮮の間の非武装地帯、このところで韓国側に設置されている韓国軍の監視所に対して北朝鮮から数発の銃弾が発射されました。建物を被弾しましたが4発ほど、人的被害はなく抗戦状態にはなっていない。これは何の意図なんですか。いやだからキム・ジョンウンが生きてたからこれぐらいリスキーなこともできるぞというアピールじゃないですか、もう何でもだからミサイルにしても何でもあれは援助くれくれミサイルですけど、はい、なんか意味があるんですよね彼らのね、あの非常にだからそのほら前言ったじゃないですか、はい、あの奥さんとね、はい、私刑務所から出てきたばっかりでね今刃物持ってるんですけどね、あのこのパンツの紐買ってくれませんかみたいなそういう感じの国なんで、はい、だからその言ってることもね、まあ、はったりも結構多いし、はい、まあ、向こうがそう発表したからといって鵜呑みにするのは結構危険な、あとはまあ、はい、今食糧難だって言われてる北朝鮮ですけどね、はい、今回この建材アピールした場所も肥料工場、はい、なんかこの辺りも意味深ですよね。これね肥料工場の近くにウラン鉱山があるらしくて、そうなんですか、うん、でこの肥料工場でどうもウランの濃縮もできるようなものがあるのではないかと、でそれでアピールしたんじゃないかなと、はい、核も作れるぞということなのかもしれないですけど、まあでもなんかそのこのね、生きてるってこの例のこの芝居をやる前に、アメリカに書簡送られてて、はい、で北朝鮮の政府はそんなもん送ってねって言ったみたいな話がありまして、まあそういうのも含めてね、まあそのアメリカ側にまあちょっとそのチャイナからのその浸透を防ぐためにアメリカを引き込もうとしているのではないかみたいな話もあったりするので、まあ今後の情報に注目ではないでしょうか。はい、はい、また後ほどです。はい、今朝これまでに入ってきているニュースをお伝えします。安倍総理大臣は今日新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言の期限を全都道府県で1ヶ月程度延長することを決めます。今朝もいろいろニュースが入ってきています。スポーツ日本から、気象庁によりますと昨日はですね福島県石川町で 32.7 度を観測するなど東北地方の各地で最高気温30度を超えました。前日に続く真夏日だったんですね。そろそろ冷房を使う時期となってきましたが、新型コロナウイルス蔓延する中で果たしてエアコンが安全なのかどうか、これはあの家電量販店の担当者に聞いてみたところ、世の中の多くの人がエアコンは室内機から外の空気を取り込んでいると思っていますが、実は室内の空気を循環させているだけ、したがって野外に漂うウイルスの侵入を心配する必要はないということです。ただし今までと同じようにこまめな換気は必要ということで、この部屋でのですね巣ごもりは、近々のこの、部屋での巣ごもりは5ハット室内の気温は上がったり下がったりで電気代がかさむかもしれないということなんですね。はい、まあ、今まで通り換気してってことですよね。そういうことですね。はいはい、特に新しい情報だから中にはそのエアコンってのは外の空気取り入れてんじゃないの、はい、っていう、車のエアコンのイメージじゃないですか。ああ、そうです。車ほら外からも行けますからね。はい、そうですね。まあ、はい、でも通常通り換気してくださいと。そうですね、暖房してる頃換気してましたよね。はい、同じように冷房の時も換気するということですね。はい、あとスポーツコーチの記事です。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で外出自粛、在宅勤務によるステイホームが長引く中、飲酒量、お酒を飲む量の増加やアルコール依存症の悪化が懸念されています。外部からの歯止めが効きにくい状況となって関係団体への相談も増加、専門家、日々の飲酒量を記録して見返すだけでも抑制的になれると呼びかけています。知らず知らずのうちにお酒が増えるなんてことあるのかもしれないですね。まあ、毎日飲まないと気が済まない人っていうのはやばいですから、飲まない日を作ってください。そうですね、私なんてあの歯の治療やってる時は2週間ぐらい平気で禁酒しますからね、はい、ついこの間もやったんですけどね、そうするといいっすよ。そうですね、あのなんか酒飲むのやめるだけで、はい、あの体重減りますし普通に、はい、そうそう、朝もスッキリ起きられますしね、はい、でまあ、あのやめたりあのできる人は大丈夫なんですけど、はい、あの嫌なら別に飲まなきゃいいんですけど、飲まなきゃ済まない人ってのはね、危ないですよ、気をつけてください、ね、はい、これをきっかけになんか毎日飲むようになってね、飲酒量が増えるなんていうと、そうなんですよね、心配ですよ ね、これね、はい、はい、さあそれではここからはですね、常念さんにこのテーマで話を聞きます。緊急事態宣言の延長と経済活動再開の基本方針、
今月6日あさってですね期限を迎える緊急事態宣言について政府は今日対象地域を全国としたまま1ヶ月程度延長することを正式に決定します。延長に合わせて政府は長期化する外出自粛などの影響も考えて東京大阪など13の特定警戒都道府県以外で感染者の数が限られている地域などでは感染防止策の徹底を前提に制限の一部を緩和する方向で検討しています。どのような経済活動を可能にするか、こちらもですね今日具体例を示す方針だということです。改めてこうしたその政府の方針、常根さんいかがでしょう。はい、玉虫色の決着だと、いう一言で終わるんじゃないかと思います。はい、緊急事態宣言延長というふうにね、ヘッドラインは踊ってますが、中身を見ると緩和以外の何物でもないですよね。でその対象地域となっているですね、特定警戒都道府県、中でも東京と大阪、特に大阪府ですね、吉村知事が独自の基準を決めて、実効再生産数と、それから医療リソースのね、余裕度合い、この2つを見ながら、客観基準を決めて、緩和を、していくと、いうことをおっしゃってますので、1人がどのくらいの人に移すかということですね。これが1時間になってれば理論的に減っていくわけですよね。例えば東京都の実効再生産数は4月10日の段階で 0.5 だということを専門家会議は認めましたよね。これもう 1.7 から2週間で一気に 0.5 まで減ってるんですけど、これ1を切るともう収束の方に向かっていくって言われてますよね。100人患者がいるとすると、その人たちがうつせるのは50人、その50人が25人にしかうつせなくて、でそれがさらに 12.5 人、7. 何人って感じでどんどん減ってって、最終的にはゼロに近づいていくわけですから、実効再生産数を1未満にキープするってことが大事なんですよ。で世界的にはもうここと医療リソースの空きを両睨みで、解除するっていうのがもうワールドスタンダードみたいになっていて、でこういう基準を発表せずにね、前回の専門家会議の記者会見で結果は期待外れだったみたいな上から目線のこと言いましたよね。あれはちょっとまずいなというふうに思ってたんですが、でもあれですごく反発があったので、5月1日2日あたりね、めちゃめちゃ国民からの反発があって、政府も予想外だったと思うんですよね。延長って言ったら安心ねってこう、ワイドショーで煽られた人がね、うわ怖い怖いと思ってる人が、うわ安心だわって言ってくれると思ったら、とんでもなく、ふざけんじゃねえっていう声の方が圧倒的にでかくて、そうなのって感じでびっくりして、でも緊急事態宣言延長と一回ぶち上げちゃったんで、それは引っ込めらんないですから、こういう形で実質緩和をやってきたというふうに私は見てますけどね。延長もしするのであれば、それだけのこの保証ですとかね、当然ですよね、安心感を、国民にもたらさなきゃいけないところを、そこら辺はもう我慢してくださいっていう、そうなんですよ、ことですもんね。でね、10万円の給付もね、5月6日までの自粛のために10万円給付したはずなのに、なぜかね、その延長するけど延長してる間に届くように5月末に届くようにしましたみたいな感じで、なんか話がぐちゃぐちゃになってますけど、あれ5月6日までのお金ですから、5月31日までやるんだったらもうさらに10万円最低出してもらわないといけないですし、あと今いろいろやっててね、問題が出てる補助金方式のやつ、もうこれ大失敗ですよ。特に雇用調整助成金、これ5兆円もぼったくってんですよ、国民から余計な金を、全然返さない、厚生労働省の利権になってるんですよ。もうこれ解体して、もう全部金を配っちゃったらいいんじゃないですか、面倒くさいことしないで、その分減税するとかね、あとはその社会保険料を、とりあえずその雇用調整助成金の原資になってる5兆円から全部充当して、もう全社免除にしちゃえばいいんですよ、そしたら早いから、で2ヶ月社会保険料待ってくれたら助かりますよ、企業経営者、で労働者も助かりますよ、労働者と経営者と両方からピンハネされるわけですからね、だからそういうことをやったらいいじゃんって思うんですけど、全然柔軟な対応しないですよ、ね、あれ半々ですもんね、半々なんですよ、そうなんですよ、そしてですね、緊急事態宣言の延長をめぐっては西村経済再生担当大臣、おととい東京都の小池知事、大阪の吉村知事とテレビ会議システムを使って会談しました。この会談で、大阪府の吉村知事が、出口が見えなければ不安でしかない、出口戦略として国が客観的な基準を示すべきだと求めました。緊急事態宣言の解除の基準ですよね、これね、これだから国に、対応を求めたらね、結局ゼロリスクみたいなことをやろうとするので、経済的な犠牲者を、無視してね、病気で死ぬ人をなるべく減らそうとしてしまうと思うんですよね、で病気で減る死ぬ人が減るっていうのは悪いことじゃないんですよ、ただそれをやりすぎると経済で死ぬ人が増えるんです、で病気ばっかり今ワイドショーで取り上げてるので、人々はですね、病気で死ぬ人さえ減ればそれでいいんじゃないかっていうふうに錯覚してるんですよね、でももう片方で経済で死ぬ人がもう出てます、光が丘のとんかつ店の店主がね、油かぶって自殺されましたよね、ああいうのがもう出始めてるので、じゃあこっちはいいのかって話ですね、で私がこういうこと言うとね、じゃあ常念さんはそんな緩和だとか言ってね、それで病気で死んだら責任取れるんですかって必ずクソリプ
プしてくる人がいるんですけど、はい、彼らに対して私言いたいですね、はい、じゃあ分かりましたと、うん、ね、じゃあこれ緩和をしないでこのまま満たしましょう、経済ボロボロになります、はい、それでね、あの貧困にあえぐ人、はい、ね、一家離散になる人、住宅ローン破綻する人、そして自殺する人、はい、これみんなあなた責任逆に取れるんですね、はい、あなたが責任取れるならじゃあいいですよどうぞって話になりますよね、はい、だからね、そういうね極端な議論じゃないんですよ、こんなくだらないこと言ってもしょうがないじゃないですか、はい、バランス取りながらやる、ね、でそのバランス取ってるよってことを国民に説明しなきゃいけない、はい、自分の言葉 で、でそれをワイドショーを見てひいてビビった官僚が書いたメモを読み上げても、うん、何の説得力もないです、はいはい、そういうふうに思います、うん、そうですよね、はい、だって実際に今もう不安におののいてる人がいっぱいいるわけですよね、その通りです、その経済的不安におののいてる人、その、まあ、病気も怖いけど経済も怖いということなんで、はい、やっぱりこれ折り合いつけていくしかないんですよ、はい、で病気のリスクっていう点で言えばね、これもうあのお叱り受けるかもしれませんけど、あえて言いますけど、はい、インフルエンザでだってね、はい、去年3000人亡くなってるわけですよ、でしょ、でそういうリスクと我々は付き合ってきたし、多くの人がそのリスク意識しないでここまで来ましたよね、はい、予防接種のね、はい、接種率だって 30% だったわけじゃないですか、インフルエンザの、ね、だからこの病気についてもやっぱりそういう、はい、もう少しね広い視点で考える必要があると思いますね、はい、はいはい、そうした中ですね、大阪府おととい新型コロナウイルス感染拡大に伴う休業と外出自粛の要請について、解除する際の独自の基準を設ける方針決めました、解除の基準の一つとして医療機関のベッド数と入院患者数に基づく病床使用率を用いる方針で、重症者向けは 50%、 中等軽症者は 60% を下回れば段階的に解除する案というのを軸に検討しています。現在は重症者向けの 50%、 中等軽症者向けの 60% いずれも下回っていて、検査で陽性と確認された人の割合なども参考にしながら今月15日に解除の可否、解除するかしないかを判断する方針ということですが、この大阪府の独自の基準というのは常念さんどうご覧になりますか。これ現時点で、日本国内で最も透明性高く説明責任を、ね、しっかり果たした解除基準だと思います、はい、もう国もこの基準乗っかっていいよって思いますけどね、はい、で小池さんチャンスですよ、この基準そのまま丸パクリすれば東京都民拍手喝采すると思います、はあはあ、はい、逆にこれで不安だとかいうやつはね、もう客じゃないんです、もう、はい、小池さん聞いてます小池さん、ね、はい、そういうのはダメなんですよ、結局ね、それで不安だっていう人は経済で死ぬ人のことは何も心配してない人ですから、はい、そうじゃダメなんです、両方心配してくださいってだけですからね、はい、その経済ですが、緊急事態宣言が1ヶ月延長された場合、新たな失業者が77万人に増えるといった厳しい予測も出ています、第一生命の経済研究所首席エコノミスト長浜俊博さんはですね、今月6日までの宣言の影響による失業者36万8000人に上ると見ていまして、1ヶ月の延長でおよそ2倍の77万8000人になると分析しています、この失業者が77万人に増えるという数字も出てきてるようですがね、長浜さんで昔参議院の公聴会でね、はい、ご一緒させていただいたエコノミストの方で、はいはい、我々の考え方も非常によく理解している方ですけど、77万人もし失業者が出たら、ここから一定の割合で、はい、もう下手すると三桁の失業、自殺者出ると思います、はいはい、もうこれはもう統計的な相関が明らかなので、だからその、まあ、病気に対してゼロリスクを求める人は、はい、この失業者に対してはじゃあゼロリスクを求めないんですかと、はい、あなた方のそのダブルスタンダードは何なのかと、両方とも人死ぬんで上がってんのかって思うんですよ、はい、本当に腹立たしいですね、はい、でワイドショーがね、病気ゼロリスク煽りまくってるわけですよ、まあさすがにでもちょっとそれで批判受けたんで、最近トーンダウンしてると思うんですけど、これまでずっと病気ゼロリスク煽ってきましたよね、はい、でそれに忖度してもうね、政府もこんなひよったこと言ってるわけですよ、でもね、失業者77万人、はい、ね、ここから出る自殺者っていうのをあなた方はね、もう無視するんですか、はい、そんな冷たいことをするんですか政府はと、私は声を大にして言いたいですね、これですから、その失業の方もしくは事業者の保証ってのはね、早急にやらないと、本当ですよ、これね、人の命かかってんですよね、これ経済とね、人の命がなんとかとかって言ってるやついますけど、とんだ間違いで、経済は人の命直結してんだよって話なんですけど、なんでそんな簡単なことが分かんないのか、同じ日本人だろうって思いますけどね、はい、今朝のコメンテーター常念司さんでした。はい、エンディングです。今朝のコメンテーター経済評論家常念司さんです。山梨に帰省していた東京都在住の感染の女性が
保健所に嘘の説明をしたというのもこれもニュースになってますね。東京都内に住む20代の女性、帰省先の山梨県で新型コロナウイルスへの感染が分かっていたにもかかわらず高速バスで都内に戻っていたことを昨日山梨県が発表しました。当初ですね、この女性保健所に対して PCR 検査の結果が出る前の今月1日夜に都内に帰宅した、まあ、こういう嘘の説明をしていました。山梨県によると女性は4月26日味覚嗅覚に異常があることを分かっていながら29日にバスタ新宿から高速バスで山梨に帰りました。で30日県内の友人のお家で友人4人とバーベキューを楽しみました。で30日の夕方都内で働く同僚の感染が分かり翌今月1日に県内の帰国者接触者相談センターに相談しました。で PCR 検査受けました。保健所から検査結果が出るまで実家で待機するよう求められていたんですね。そして保健所陽性の検査結果を今月2日おとといですね朝9時頃本人に伝えましたが女性は結果が出る前の1日の夜に新宿行きの高速バスで帰宅したと説明していました。その後女性の知人から帰ったのは2日の朝という情報提供があったんですね。で県が確認したところ女性は保健所から陽性と伝えられたおよそ1時間後の午前10時過ぎに県内の富士急ハイランドのバス停から高速バスで帰郷したことを認めました。じゃあなんでこれ帰郷したかというと女性は飼っている犬が心配だったなどと話しているということですね。まあ、この感染拡大すごいですねこの人、はい、やっちゃいましたね、あの自分であれでしょ、はい、だからあのかかってるの分かってて、はい、犬が心配だから帰ったってことですね、はい、そういうことですね、これはちょっとさすがにまずいんじゃないかなと、思いますね、まああれでしょ、山梨に住んでて実家に戻った時に感染が発覚したと、はい、そういうことなんですね、はい、いやこれでも親に頼んで行ってもらうとかね、はい、なんかやるべきだったし、あとはその熱が出ても、はい、友達との約束は穴開けらんないっていうこの文化的なもの、はい、会社もそうですけど、あのねバカな会社が陰性証明取ってこいって言うらしいんですよ、はい、この病気に関する、でその陰性証明取ってこいって会社があるので、楽天とか、はい、ソフトバンクが例のね、はい、抗体検査だなんだってやっては叩かれてるわけですよ、であんな陰性証明なんて出ないから、はい、だからもしね陰性証明をねその持ってこいっていう会社があったらね私にツイッターでチクってほしいと思うんですよ、はい、全部名前晒してやろうかと思って、これパワハラ案件ですよ、はあ、っていうかもうコンプライアンです。あのいつも文化放送パワハラとかでネタで言ってますけど、ガチのパワハラですからね、はい、でこの人が帰ったのも、友人関係犬、はい、そういうしがらみに対して熱出てるってぐらいでいやちょっとキャンセルって、はい、できない、どうかしますよね。そういうのも見直してほしいです ね、 そうですね。新しいライフスタイル出てこいんだったらこれこそ見直せよと、熱出たぐらいで何休んでるんだよって言ったらもうその瞬間パワハラみたいな、はい、そういう世の中にしてってもいいんじゃないですか。そうです、熱出たら休んでくださいマジで、いやこの女性が飼ってる犬が心配だったって言っても、もう数日間これねふるさとに戻ってるっていうその間どうしてたんだこの犬みたいな、ね、本当ですよね。元々 ねもともと放置してきたくせにお前何言ってんのって、それか友達に預かってもらっててリミットが来るんだかなんだか ねわからないですけども、はい、いやちょっとなんか疑問点が多いですね。本当ですよね、はい、あとは読売新聞ですね。新型コロナウイルス感染者の増加で医療崩壊も懸念されていたアメリカカリフォルニア州、外出制限の部分緩和に向けた議論が本格化しています。広く分散した都市構造と車社会、これが幸いして感染拡大が抑えられたとみられています。アメリカメディアによると4月27日時点のカリフォルニア州の中での人口10万人あたりの死者の数およそ5人、ニューヨーク州のおよそ90人と比べて少なくなっているということですね。なるほどね、まあアメリカはねもともとソーシャルディスタンスが広い国ですからね、はい、カリフォルニアなんて本当に、あのロサンゼルスのねダウンタウン行っても本当スカスカですからこんなに人いないのっていうぐらいの感じですからね、今日本でもドライブスルーでね野菜買ったりだとかお弁当買ったりだとか ね流行ってますね、はい、だからまあそういうこと気をつけながら徐々に復活していくんじゃないですか、だからカリフォルニア死者も感染者の数でも日本よりも全然多いと思うんですけど、まあ、そこでもこういうことやってるんで日本もやっぱり客観的な基準でね、あの他国の状況も見ながら考えた方がいいと思いますよ、はい、まあ、韓国でもですね新型コロナウイルス集団感染が発生する恐れのある施設の運営制限6日に解除するというようなニュースも入ってきてますね。
もちろんこのソーシャルディスタンスとかそういうのをこう注意喚起はしてるんですけども、うん、ただソウル市内最近ですね、居酒屋など客が押し寄せてマスクをせずに外出する人も目立つようになってきてるってこれは心配ですよ。まあそうですね、まあね、でもまあ、国内抑え込めば、うん、まあ鎖国さえしてれば大丈夫みたいな状況にはなるかもしれないですけど、韓国本当に抑えたのかどうか分かんないですからね。そうですね、ね、極左独裁政権ですから数字もちょっと信用できないということでね、はい、常念さん今朝もありがとうございました。ありがとうございました。